今日はですね、なんと初の試み、今回のゲストを紹介したいと思います。はい、稲葉敦子です。レルです。もうね、そして先生はほらちっちゃくなった奥の方に。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は今日2人来てんなら、はい、今日はね、あさりと菜の花の昆布締めと、はい、あさりの春野菜の、はい、春野菜、材料はあさり、ふきの水煮、たけのこの水煮、菜の花、田中義武さんのところで作ってます、花畑牧場のチーズ、カマンベールチーズです。クリームチーズね。クリームチーズ美味しいです。はい、はい、ルールだめ。この番組ね、良い子が見てるから。そう、良い子も見てるから。こうやってやるんだと思ったらどうするの。違う違う、先生の今見とったやろ。大変、今回のゲスト、ちょ、大丈夫、あの自分の食べる大きさで、これ昆布、昆布するの、え、ちょっと待って、しない、うん、もう一個切りますか。じゃあお皿の盛り付け、盛り付けです。もう、もう完成。ルルもやりたい。なんで、ルル、なんで、じゃあルルの分だけやらせて。うるさいよ。ね、で家でおるんちゃうんやから、自分がとりあえず。お母さん心配だわ、ルルちゃん。ルルちゃんちゃんとできるの、あなた。アサリ。うわあ、全部入りました。今度はだしも入れるわけですね。はい、だしね。はい。はい。はい。入れました。入れました。はい。盛り付けいきます。盛り付けいきます。はい。やりたい。はい。よし。ダメみたい。ここはルルの見せ場だ。よいしょ。わあ、もう素晴らしい。本当に。まったく。はい。オッケー。オッケー。はい。はあ、完成。はい、完成です。うん、あっさりですね。うわ、ちょっと待って。あっさりだけに、あっさり。違う、私今タケノコ食べたの今。びっくりした、どこでそんな覚えたんだと。美味しいです。これチーズと合うんですね。合いますね。もうめっちゃ美味しい。これ二人はいつも、いつもこの組み合わせが多い。しょうがないな。しょうがないから言ってあげてるって感じ。おい、結構いつもそんなに賑やかなの。ちょっとうるさい。賑やかというよりも可愛いから大丈夫。な、誰が、誰が言うてもうた。そんな可愛いルルと稲葉敦子がゲストのコーナーでした。バイバイ。